爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフの笛です。主審笛を吹いた。テュラン、狙いすぎたようです。5分過ぎました。アーマス、中に絞ってきた。アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ダイビング、ビエイラ、スペースができている。さあ、ここからどう攻める。アンディ、テュラン、なかなか壁を崩すことができません。前半25分、ピレス、ジョルカエフ、ワンツーシュート、これはちょっと危険なプレーでした。キーパーの指示が伝わっていないのか。これはゴールキック。これはちょっと危険なプレーでした。キーパーが壁に指示を出しています。狙いすぎたようです。リターン、アグーズ、ルブフ、スライディング、プティ、ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。とにかくボールを支配することを思って意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦キックオフです。ジダン、
ヘッドでつないで、ドノバン。これはファールです。スチュワート、ルブフ。後半10分経過。アンリ、シュート。主審笛を吹いた。イエロー覚悟のプレーでしょうか。フティ、ヘラ。ラモス、ワンツーシュート。これは決めて欲しかった。ドノバン、デサイ、キーパーファンブル。さあここからどう攻める。ガンガンプレスをかけます。走り込んできた。決まった。ゴール、エクセレントゴール。ここで追いつきました。さあもう一度見てみましょう。アンリー、彼は本当に、一人目アンリ。スタジアム全体からため息が漏れます。1ポイント先取です。一人目ムー、慎重に決めました。1点取り返しました。二人目ジダン、スタンドはどよめきます。二人目ドノバン、難なく決めます。三人目ジョルカエフ、ねじ込みました。3人目スチュワート、決めました。4人目ピレス、難なく決めました。4人目フェイン、固くねじ込みました。1点取り返しました。5人目リエイラ、確実に入れました。5人目アーマス、大きく一つ息をして助走を取ります。慎重に決めました。6人目フティ、スタンドはどよめきます。ワンポイントリードです。6人目オブライド、ボールマウスを睨みます。慎重に決めました。1点取り返しました。7人目テュラン、落ち着いて決めました。7人目ジョーン、呼吸を整えます。確実に入れました。1点取り返しました。8人目リザラーズ、慎重に決めました。
8人目アグース、呼吸を整えます。詰めました、1点取り返しました。9人目ルブフ、ハンガの吐息と無念のため息が交錯します。ワンポイントリードです。9人目ラモス、これは決めなくてはなりません。難なく決めました、1点取り返しました。10人目デサイ、固くねじ込みました。10人目レティス、呼吸を整えます。よし決まった。11人目バルフェズ、落ち着いて決めました。ワンポイントリードです。11人目ヘラー、呼吸を整えます。あーミスしてしまった。 PK 戦を制して勝利をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。